るって時に一緒にやってみたり、このオンラインサロンもそうですね、すごい楽しそうだなと思って込んで今京都やらせてもらってるんですけど、まあ京都やってみて嫌だったら多分僕ちょっと向いてないと思います。ちょっと面白くないんで、多分言えば校長はあ、そうかそうかって言って僕が死ぬのを止めない。こんばんは、インスタライブをご覧の皆さん、はじめまして、田村敦史です。今日はですね、田村敦史の大人の小学校というオンラインサロンの13期生、今1000人ぐらいメンバーがいるオンラインサロンなんですけども、その12期生まで入ってきていただいてるんですけども、その13期生の募集があと1時間というか、本当はもう締め切ってるんですけど、あと1時間だけ、募集を延長しようと思って配信しています。で、なぜなら本当はもっと早くこの配信をやろうと思ってたんですけど、僕がちょっと会食、あ、今日クイズられました、ありがとうございます。今日会食があってこの時間までになってしまったので、今から配信をしています。こんばんは。で、今ツイッターのスペースでも同時に配信をしています。で、同時にスペースとインスタライブが同時にやれるのかどうかっていうことを今試したいなと思ってるんですけども、スペースの方の音声って皆さんの方に回り込んでいますか？どうでしょうか？顔が赤い。そうですね。顔は確かに赤いかもしれないですね。ああ、これがいいんじゃないですか。もうなんか、今日僕今名古屋にいまして、確かに酔っ払ってるかもしれないです。田村敦史の大人の小学校を知ってるっていう方どのぐらいいますか？恥ずかしくないです。飲んでる、飲んでます。ちょっと明日とある場所でロケするんですけども、そこの放送局の方と今まで飲んでいまして、ちょっとあから顔です。知ってる、あ、大人の小学校知ってる、嬉しい、ありがとうございます。田村敦史の大人の小学校っていうオンラインサロン僕やってるんですけども、で、僕なんでこのオンラインサロンを開いたかっていうと、そもそもコミュニティって皆さんもそうでしょうけど、自分の家族、自分の仕事場、大人になってから趣味思考が合う人との集まり、これ以外のコミュニティって何か持ってます？これ持ってる人の方が僕少ないと思っていて、で、僕は大人の小学校というオンラインサロンを立ち上げた理由の一つとして、コミュニティがたくさんあることが幸せのこう価値観の一つに僕はしていまして、仲間がいるとか同じことを楽しめる、同じことを共有できる人がいるってことはどんだけ幸せなのかと。なんか面白い映画があって、面白い映画を一人で見に行く、それはそれで全然いいんですよ。だけど面白い映画をそれぞれが見に行きました、で、見た後にこのどこが面白かったのかみたいなことをお互いに話すことができる仲間ってすごい重要だと思っていて、そんな仲間、そんな知り合い、友達じゃなくていいんですよ、仲間、知り合いを増やすことが大人の小学校に入ると簡単にできますよと。で、そんなことを僕は日頃ね、僕がやってる番組見てる人は、あ、なんかそんな真面目なことを考えてる人に見えないなと思うかもしれませんけど、僕は実はコミュニティっていうものめちゃめちゃ興味があって、
あなたがいるコミュニティと僕がいるコミュニティ、どのぐらいの幅でどのぐらいの差があってとかって、まあコミュニティなんて比べる必要はないんだけど、少なくとも僕はコミュニティの幅で言うとめちゃめちゃ広いです。なぜなら大人の小学校というオンラインサロンをやっているので、全国世界にいろんな考え方を持った人、いろんな年代の人がうちのオンラインサロンに入ってきてもらって、一人一人だったらなんか自信がないとか自分なんてと思ってるかもしれないけど、でもこれが個だったのが集団になるとめちゃめちゃまず強くなるし、集団になることによって説得力があったりとか、人に PR する時のなんか強さが出てきたりするんですよ。そんなことが実際大人の小学校ってオンラインサロンを2020年の7月7日に作ってからもう3年経ちますけども、今まさに1000人のサロンメンバーに入ってきてもらっています。月々4180円です。皆さんが今いつもね使ってる SNS きっと無料で使われてると思うんですけども、4180円払うだけで誹謗中傷とか知らない人からどこの馬の骨かもわからないようなやつから罵られるとかって、そういうことがまずオンラインサロンではないです。で、僕のオンラインサロンは田村淳の大人の小学校なんですけど、田村淳が何かトップダウン的にやるってことをしないオンラインサロンなので、入ってきた人は一番何が良かったかっていうと、オンライン上で自分の住んでる以外の地域に仲間ができた、友達ができたっていうことが一番大人の小学校に入って良かったなって思うことの理由に挙げられます。だから田村淳に会えたことなんて別にどうでもいいというか、で僕もそれでいいと思っていて、そうなんですよ、あの4180円が高いと思う人は入らない方がいいです。だって高いんだから。だけど4180円が高いと思っていないメンバーが今1000人ぐらいいるってことは事実なので、あなたの経済状況とかあなたの価値観とか僕はその知る術がないので、そういう人はもう仕方ないので、高いと思ったら入らないことがベストだと思います。だけど僕個人としては月に2回僕が興味関心のあるゲスト先生を連れてきてのライブ、だからオンライン上でのライブが1つあるので、2つあるのか、月に2回ありますから、プラス僕と教頭という、2分の5の森本が雑談する配信が2回だから月に4回はズームというところで会う機会があって、これ一人一つ1000円だと考えてもめちゃめちゃ安いと思います。トークライブ1000円っていけないので、でこれを高いと思うか安いと思うかは入ってサービスを受けた人にしかジャッジできないので、なのでこれはその高いとか安いとかもそれぞれが感じてもらっていいと思います。高い高い高いっていう人がいても、それはあ僕たちのサービスがその方にとっての満足がいくところに到達してないんだな、だけど逆に言うと到達している人 が1000人以上いるっていうのが事実なので、で僕はこの時代において 100% みんなでつながりましょうって全く思ってなくて、少なくとも同じベクトルとか同じ温度で楽しいと思えることを共有できる仲間を作りたいと思っていて、 100% みんな仲間になりましょうって思ってないです。なぜならそんなのしんどそうだから。だけど少なくとも一つ目のハードル、田村淳の大人の小学校にお金を払ってでも入りたい、なんか新しいことをやってみたい気持ちはあるんだけど、なかなかそういうきっかけがないから、とりあえず何か始めてみようっていう人が大人の小学校の中に今1000人いるという、
で僕はこう3000人にしたいんですよ。でなぜ3000人にしたいかっていうと、3000人に行ったら無条件で武道館というあの場所を借りようと思っています。で大人の小学校のサロンメンバーになったら、武道館のステージに立てる。武道館って僕もそうなんですけど、誰かアーティストのライブを見に行くっていうイメージしかなかったんですけど、3000人っていう人が集まったら、みんながみんなそこのステージに立てるってことができるので、まず3000人、コミュ障だからなっていう人も、そんな人がね、山ほど大人の小学校入ってきたんですよ。だけど結果3年経ったら、コミュ障だった人が、コミュニケーションってなんか厚石さん見てたらこうやって取ればいいんだっていうのが分かるようで、大人の小学校に入ってよかったこと、まずはオンライン上で仲間ができたこと、自分のコミュニケーション能力が変わったこと、これだと思います。で僕が、今年ですね、コミュニケーションについての本を書こうと思っています。でこのコミュニケーションって苦手だって言ってる人も、僕の本読めばみんな簡単にコミュニケーション能力が身につくと思います。なぜならコミュニケーション能力って一つのちょっとした思考を変えるだけで全く考え方、捉え方が違ってくるからです。動ける人はコミュ障ちゃうやん。そうだから、もう動かない人でコミュニケーション能力が低い人を僕救うつもりないですよ。だってそのままコミュ障でいいじゃんと思うから。だって動かないんだから。だけどコミュニケーション能力低いです、だけどコミュ障をなんとかしたいです、一歩踏み出しますって人は救ってあげたいんだけど、コミュ障の人を僕はそのまま、その人の生き方だから、コミュ障はコミュ障でいいじゃん別に。だって一歩踏み出さないんだから、一歩踏み出さない人を俺が無理やり一歩踏み出させたところで意味がないので、もうその人はそのままでいいと思います。僕との距離感とか大人の小学校の距離感とか、もうとりあえず離れてくれればいいって。その代わり、大人の小学校っていうオンラインサロンにコミットしてくれた人に対しては、俺は全力で、あなたの夢なんですか、あなたがやりたいことなんですか、あなたが今後楽しみたいと思ってることなんですかっていうことに寄り添いたいと思います。知らないおばちゃんなら話せるけど、また会う人と話せ、だけどそんなこと言い始めたらさ、もう新しいこと何もしないって拒否してるのと一緒だよそれ。新しいことを閉ざした段階で人間ってもう終わると思います。それは終わるっていう言い方がいいかどうかわかんないけど、終わるでしょ。人間としての成長終わるよ。ただでさえ肉体的にはもう衰えるしかないのに、今の時代はね、今現状ではね、で田村敦史の大人の小学校はオンライン上でのコミュニケーションを取ります。でプラス僕は今田んぼをやりたい、お米作ってみたいっつって田んぼを借りてお米やってます。宇宙に行きたいっつってスペースバルーンっていう会社と一緒に宇宙への挑戦やってます。キッチンカーやりたいっつって今キッチンカープロジェクトとかやってます。ビール作りたいっつってビール作りました。ワイン作りたいっつってワイン作りました。でこれって一人の力じゃ何もできないんですよ。俺田村敦史個人だったらできないんだけど、大人の小学校っていうこの団体になるからトライできたっていうのがすごく大きくて、大人の小学校というこの場所が今まで一人じゃできなかった夢を複数の人が集まると夢が叶うっていう場所にしています。それは3年間やってきて実績があるので、今皆さんに堂々と大人の小学校っていう場所は一人じゃできないこともみんなで集まるといろんなことが夢が叶うよってことをやってます。で
3年目に突入したので、今まではどちらかというと僕がやりたいことをみんな巻き込んでいく形にしてたんだけど、3年目からはサロンメンバーの夢って何なんだっけ、サロンメンバーのやりたいことって何なんだっけっていうのにちょっと重きを置いて、今僕がサロンメンバーに対して夢って何ですかっていうインタビューをする企画も始まっています。で、結局オンラインサロンってなんか宗教っぽいよねみたいなことを思ってる方はもう入らない方がいいと思います。だけど大人の小学校オンラインサロンどんなとこか興味があるんだよな、だけど怖いなっていう人は迷ったら GO です。僕はもうサロンメンバーにも言ってるんですけど、迷ったら GO、 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 だって迷ってんだから、躊躇はチャンス、躊躇はチャンス、躊躇はチャンス、迷ったら GO、 躊躇はチャンス、躊躇してるんだったらもうさっさとやった方がいいんですよ。で、さっさとやって、あ、なんか大人の小学校でこんな感じなのか、じゃあやめようって思って答えが出せるわけじゃないですか。で、大人の小学校って思ったより楽しいな、だったら続けようっていう、これも答えなので、さっさと答えを出すしかないんですよ。で、うちのオンラインサロンは子育て中の人もたくさんいます。で、子育てをしている人が、お互いに子育ての悩みを共有したりとか、大人になってからの悩みをお互いが赤裸々にオンラインサロンっていう距離感だからこそ言える悩み、これでかいと思うんですね。海外の人もいます。アメリカ、カナダ、イスラエル、イタリア、韓国、オランダ、いろんなところに大人の小学校のメンバーがいます。で、さっき南米の人も入学してきていたので、年齢制限とかないです。アツシさん最高好き。だったら絶対入った方がいいよ。俺のことが最高で好きと思ってんだったら、もう大人の小学校に俺のやりたいことの全てが詰まっているので、今起業に向けて全力を注いでいるので一旦見送らせていただきました。違う違う、起業してる今だからこそ入って仲間をオンラインサロンの中に作った方がいいのよ。だってたかだか、まあ、4,000円が高いと思うか安いと思うか、まあ、人それぞれだけど、起業する人の月々4,000円で新しい仲間がパッとできるって、そんなメリットなくない？だってツイッターでインスタで起業しましたっつってすぐ仲間できる？できないでしょ。悩みを話せる場所、それはいろんな、まあ、1000人以上を超えるメンバーがいるので、あなたがどんな悩みの方法を悩んでることをどんな方法で提示するかによると思います。で、今日の1時までです。田村敦史の大人の小学校って Google、Yahoo で検索してください。すぐ出てきます。で、そこに行くと、宗教っぽいっていう人はもう絶対入らないで、宗教じゃないけど宗教っぽいと思ってる人は入らなきゃいいだけだから。少なくとも俺のオンラインサロンで宗教だと思ってる人はいないと思います。で、宗教っぽいっていうディスり方してる人って、もう知見が浅いというか、狭いというか、何もよく分かってないのに、入ったこともないのにオンラインサロンのことを宗教だって言ってんだと思います。で、仮に宗教だったとしても別によくね、な、違法行為じゃないんだから宗教って。だけどうちのオンラインサロンは宗教じゃないです。だって毎月、月に2回、先月もいろんなゲスト先生来ましたけど、まあ、スザンヌが来てくれて新しい学びへの挑戦とか、先週来てくれたゲスト先生はアイスマンっていうアイスをすごく勉強している人、アイスクリームの勉強したりとか、本田圭佑君が来てくれたりとか、小室哲哉さんに来てもらったりとか、ガーシーにも来てもらいました。捕まる前ですけどね。だって宗教だって別にいいじゃん。で、俺は宗教団体にしてないし、税金全部納めてるから。で、なんか日本人ってそうなんですけど、もうとにかくブレーキ踏むことの能力めちゃめちゃ高いんですよ。なんか新しいことするときに、これがダメ、あれがダメ、こんなこともあるじゃないかっていう、こう、リスクヘッジ、リスクを
を事前に察知する能力が高すぎて新しいことできないっていうのが日本のマイナス点だと思っていて、僕最近シリコンバレーに3回目ですけど渡米した時に、あ、やっぱり日本人のこの感覚とアメリカのこの感覚だったら新しいサービス、新しい技術はそれは日本では生まれないわなと思いました、正直。だけどそんなの悔しいじゃない。だからといって田村敦の大人の小学校はそういう大きなところを担えるかっつったら分かんないけど、少なくとも新しいこと挑戦したいとか新しいことに興味がありますっていう人が4180円払って月々、切磋琢磨して交流したいと思う人がいる場所を作って、その人たちが生き生きとできる場所があるんだったら、僕はそれは日本のためになると思っています。3000人突破したら武道館強制的に借ります。僕予算的には全然足りないんですけど、約束したことなので借ります。なので今ここでインスタライブ見てる人、一回入ってもらって嫌だったらすぐ辞めれるので、田村敦の大人の小学校に入って一緒に楽しいことしませんか、一緒に面白いことしませんか。僕はみんなと楽しいことがしたいのでお誘いしています。急にインスタライブして、何の話なんだよと思ったと思いますが、会費は年間じゃないです、月々でいいので4180円。今までやってきたプロジェクトはビールを作ったりワインを作ったりお米作ったり、日本酒作ったり大きな剣を作ったりとか、もう今で言うと調味料プロジェクトっていうのがあって、大人の小学校の中の調味料を作りました。今度調味料の大会にも出す柑橘系のスパイスを作ったりとかで、俺が携わってるプロジェクトもあれば、俺が全く知らない間に大人の小学校のサロンメンバーだけでやってるプロジェクトもあるので、もう本当それは様々です。分かった、入ります。高いという人は絶対入らないで、だって高いんだから。だけど入った人が安いと思ってるっていうか価値があると思っている人が1200人いるっていうことは事実なので、だから高いと思う人は僕は誘ってないです。どうやって入るんですか？ヤフー、グーグルで田村敦の大人の小学校って検索してください。または僕のツイッターに行くと大人の小学校についてつぶやいている投稿がありますので、そこから入ると大人の小学校のホームページに行って入学案内にたどり着きます。あと30分です。あと30分です。でここからの説明はツイッターのスペースに移動して僕が直接説明したいと思いますので、ぜひ今から僕のツイッターのスペースに移動してください。理解できた人を、僕のツイッターのスペースに移動してください。しっかり説明します。OK、 ではツイッターのスペースでお待ちしております。だから高いよねっていう人は入らなきゃいいだけなのよ。コメントしなくてもいいよ。高いと思ってんだから、安いと思ってる人もいいんだから、酔っ払いでも入れます。絶対に楽しいですよね。絶対にって 100% 保証できないけど、俺自身は楽しいし、楽しいと思ってる人間が日本中に今1200人いるってことは確かだよね。ツイッターしてないのか。でもなんとかツイッター見に来てくれ。勧誘だ、それは勧誘だろう。だって勧誘しかないんだから。勧誘以外の広告の仕方があるんだったらおめえ教えてみろよ。安いと思う。入ってみてから判断してほしい。そうだよね。あと30分で13期生の募集締め切ります。ありがとう。フルタイム勤務 X×どっち？ X です。
ぜひ皆さん、あの僕に対してマイナスなコメントがある人は入らなくていいので、あと僕に絡まないでください。では皆さん、ツイッターのスペースでお待ちしております。今